この時の A が取り消し前の第三者って言い方します。ちょっと知識が足りません。これもし登記いらないってするとですね、 C さんサボっててもいいって話になるんですよ。脅迫の場合は完全無欠と思ったらダメですよ。田中行政書士の不動産大学、脅迫と第三者への対抗要件登記編ということで、時刻はだいぶ遅いんで、まあ、イルミネーションももうちょっと消えかかっちゃってますけども、ちょっとまあ、ほとんど室内が反射しているというような状況でございますが、今日もですね、変わらずやっていきたいと思います。ということでですね、今日はですね、この方からのちょっと疑問にお答えしたいと思います。いきますよ、春熊さん、ありがとうございます。田中先生、いつもわかりやすい動画上げてくださってありがとうございます。とんでもございません。今年ですね、初めて宅建受験するのですが、超初歩的な問題かもしれませんが、過去問平成22年問4をやっていて、わけがわからなくなってしまいました。ちょっと問題読みますね。A が B から公土地を購入したところ、公土地の所有権を、公土地の所有者を名乗る C が A に対して連絡してきた。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれかという問題ですね。今回ですね、ご質問をいただいているのはこのですね、選択肢の2番目なんですけども、ちょっと読みますね。公土地は C から B、B から A と売却されており、CB 間の売買契約が B の脅迫により締結されていたことを理由として取り消された場合には、AB 間の売買契約締結の時期にかかわらず、C は登記がなくても A に対して所有権を主張することができる。ということでですね、まあ、このご質問ちょっと続き読みますよ。これ答えがですね、×になるのはなぜなのでしょうか。これ答え×なんですね。これ答え×になるのはなぜなのでしょうか。脅迫による意思表示の取り消しは全員の第三者にも対抗できるのではないでしょうか。もしお時間があれば教えていただきたいです。というご質問でございます。これですね、わかる方いらっしゃいますでしょうか。これもですね、非常に重要な問題でございます。これが学習を始めて初期段階の方は結構これ分からなくなるケースあると思います。例えば去年受験している方とかですね、もう結構学習が進んでいる方はこれにズバリ答えられるんじゃないかなと思うんですけども、どうでしょうか。こういうですね、分からない疑問はですね、どんどんですね、クリアにしていった方が勉強のモチベーションを失わなくて済むのでですね、これを早速取り上げさせていただきました。これすごく重要ですよ。ちょっとまずですね、これ図を書くのが重要です。これ図をちょっと表示させてみますね。ちょっとこんな感じでございます。C から B、B から A という、まあ、売買の順番です。この順番において、C から B のところで B の脅迫が起きております。ということは C さんかわいそうですよね。脅迫っていうのはですね、詐欺よりも強いですからね、善意の第三者にも対抗できるわけです。だからその B から転売を受けた A が脅迫の事実を知っているが知っていないが脅迫された人が一番かわいそうなんです。だから C さんが勝てるんです。っていうふうに覚えてるんですよね、多分春子さんは。それでいいんですよ。それで合ってるんですけども、ちょっと知識が足りません。ね。それだけの知識だと、今の宅建試験だと思いっきり引っ掛けられます。この問題がまさにそうなんです。さあ、わかる方いらっしゃいますでしょうか？これどこで引っ掛けられているでしょうか？これですね、問題を解く鍵はこの部分でございます。AB 間の売買契約締結の時期に関わらず、ここの部分です。いいですか？時期に関わらずって言ってるんですよ。どういう意味かわかりますか？これ。これですね、順番でよく考えてください。で、例えば、C から B に行った時点で B が脅迫しています。その状態で B から A に行って、で、その段で A まで行きました。A まで行った段階で C 取り消しました。これですね、順番でよく考えてください。まあ、C さん一方的にかわいそうですから、C さん何も落ち度ありませんからね、脅されて変わっただけです。ですから C さんを保護するという規定が発動するんです。C が取り消しする前に A まで行った場合ということですね。取り消し前の第三者、A が取り消し前の第三者である場合に関しては、売買契約締結の時期と登記っていうのがですね、ポイントになってるんです。ここでですね、推理をして答えを出していく必要があるんです。まあこれそんな難しいお話じゃございません。これ結局 C から B に行きました。それは脅迫でした。で、その取り消しをする前に A まで行きました。これ、この時の A が取り消し前の第三者って言い方します。この時の A ですね。取り消し前の第三者に行った場合は、C 対取り消し前の第三者っていうのは C 勝ちなんです。登記はいらないんです。全面的に C さん保護しましょうっていう規定なんですね。なぜなら脅迫されてるからですよね。もう脅迫された人どうしようもないですから。ね。脅迫された人をとにかく保護します。ただしここから重要ですよ。C さんから B さんに行きました。脅迫でした。で、これ契約締結の時期に関わらずって言ってますよね。だから、ね、例えばこの段階で C さんが取り消しました。もう C から B に行ったこの脅迫の段階で C さんすぐ取り消しました。取り消しした後に B が A に転売しました。この場合、登記いらないと思います？これもし登記いらないってするとですね、C さんサボっててもいいって話になるんですよ。まずですね、これ脅迫によって取り消すんであれば、すぐですね、自分に登記戻さなきゃいけないんですよ。そういう責任はあるわけじゃないですか。つまりどういうことかというとですね、C から B に行って取り消しした後に A が出てきた場合っていうのは、これですね、C から B に行った段階でちょっと時間が置くと思ってください。
ね、そうした場合、例えば C から B に脅迫で行って、C さんが B に脅迫されたって言って取り消したとするじゃないですか。これ取り消したら、さっさと登記 C 自分に移さなきゃダメじゃないですか。ね、これを移さなくて、のんきに構えていた時に A に転売されちゃった。ね、こうなってくると C さんにも落ち度ないですかっていうふうに思ってほしいんですよ。この場合、C さん自分に登記戻せるのに戻さなかったっていう落ち度があるわけなんですよ。だから、登記できるにもかかわらず登記しなかったっていう落ち度があるため、二重譲渡の対抗関係のルールが出てくるんですよ。登記をした方が勝ちっていうルールが出てきちゃうんですよ。登記をした方が勝ちなんです。だから登記の有無にかかわらずっていうのは間違いなんですよ。だから登記がなくてもって言ってるこの選択肢は間違いなんです。契約締結の時期に関わらず登記がなくてもいいわけじゃないですからね。登記がなくても書けるのは取り消し前の第三者だけです。取り消しした後は登記しなきゃダメです。なぜなら登記できる時間があるわけですから。つまり A が先に登記をすれば A が所有権を主張できて、第三者 C が先に登記をすれば C が所有権を主張できると、そういうことなんでございます。ね、ここめちゃくちゃ基本ですけど、めちゃくちゃ重要です。ね、こういうところをおろそかにしてはいけません。もう学習進んでる人ですね、ここを人に教えてあげられるぐらいになってると一番ベストだと思いますよ。大丈夫ですかね。これ脅迫の場合は完全無欠と思ったらダメですよ。取り消しする前に出てきた第三者だったらいいですけども、取り消しした後に出てきた第三者に関しては自分が登記してなかったら勝てませんからね。とにかくポイントは、この問題で言えば C から B に脅迫によって所有権が移転した後に A に行くんですけど、 B から A にすぐ行くっていうふうにイメージしない方がいいですね。これは二重譲渡の問題はですね、まあ、できるだけですね、頭ごなしに暗記しようとするとですね、何回も何回も間違えちゃうことがあります。できるだけ理由とセットで覚えた方がいいです。取り消し前の第三者に関しては、登記する暇ないですからね。取り消しする前にもすでに A が出てきちゃってますから、この場合は登記なしで保護してあげましょうということになるんですけども、取り消しした後に出てきた A、第三者に関しては、取り消ししてるんですから、さっさと登記を入れればいいんですよ。ね。それぐらいはしてくださいよということです。C もですね。この場合は登記がないと対抗できませんということになります。ということで、脅迫も完全無欠じゃございません。そこを十分ご注意ください。ということで、ではまた。